今回の企画は素人ライダーの僕とね、元 HRC のワックスライダーどう違うか。はい、こんにちは、イチローです。今日は山口達也選手に来てもらってます。はい、もう JSB 戦初代チャンピオン、はい、元 HRC のワックスライダーの山口選手にこのノーマルのね CBR1000RR を乗ってもらって、僕とどう違うか、はい、まあ、あのその差は一体どこにあるのかっていうのを、はい、ちょっとあの走ってね、うん、ここにデータロガーというのを積んでるんで、はい、どう違うのかとか、うん、あとはまあそのたっちゃんさんに乗ってもらって、ちょっとこの西浦はどう走った方がタイムが上がるのかみたいなことをね、これからちょっと検証して言っていただこうかなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。それではたっちゃんさん、はい、あのこれまずはタイムアタック、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こけないようにお願いします。はい、本当にこけないように頑張ります。はい、じゃあレッツゴー。シフト逆チェンジなんですよ。あ、これ正チェンジじゃないですか。もう早速間違えた。あ、青だ、行ってきます。はい、よっしゃー、行ってきます。転んで欲しくないのは本音だけど、しっかりタイムを出してるところも見たい。危なかった。走った。まあ、ハイサイドのやつだった。もうカード立ち上げた。だってここでお尻振ってたよね。振ってました。ああ、やられた。早速やられちゃいました。おしまいです切ったの。この間1回でやっただけでしょ。そうですね。よかった、無事でこんないいタイム出してやったすごい素晴らしい。でも57秒車なのにやっぱ速いから、最初やばいと思う。8秒0ぐらいで止まってたから、うん、でちょっとでミッションも合わないじゃないですか。合わない。いや、あの引っ張りすぎはしなかったんですけど、うん、ちょっと上手にこのミッションの中で。すごい、これ見るのも楽しみだな。はい、あのすごいことになった。本当ワン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 、そう、立ち上がれないんだもん。あそこの開けっぷりはすごいな。僕は体が、大事なんであんな走りはできませんよ。しないでください。55秒ぐらい入れたかったんですよね。いやいやいや、もうそんなんそんなん。じゃあちょっと行ってみます。もう一回行くの。サスペンションどうなの。行かない。柔らかい。柔らかいよね。なんかした方がいいと思う。本当はもうオイルちょっと固めたいんですけど、うん、でもバイクが重いじゃないですか、うんうん、ノーマルだから、うん、だからそれでファスだけ固くしちゃうと、重さとバネの硬さとかそのいろんなのが合わなくなってきて、タイヤもかえって乗りにくくなるかもしれないから、これぐらい柔らかく乗ってた方がすぐこうなるじゃないですか。でそこで止められるんだ、アクセルも。その方が安全で早くまだ走れる。56秒だよ、これね。すごくない？すごい。そうすると55秒ぐらい入れたい。いやいや、入れなくていい。僕のじゃないか。何回かやばかった。うん、そう、もう外から見ようったって。で、結構ちょっとコースがもう黒い。あの見てみたら分かります。うん、え、黒い。あ、
タイヤの跡がついてるんだ。わお。最終コーナーとか。最終コーナーが絶対そうだよね、あれ本当に。ちょっと行ってきてくれ。うん、ちょっと行ってくるね。はい、次は僕が。やっぱ無事に成功した。いやー、すごいな。僕の出番ですよ。はい。本当はランボで行きたいぐらいだけどね。ランボですか？もういいんじゃないですか？いや、ランボだったらね、まだね、だっていろいろまだ試行錯誤中だったからな。まあまあまあ。よし。とかいう僕はこけたいしね。いや、気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。はい、じゃあ行きます。はい、行ってらっしゃい。走りだと思うよ。いやー、これはね、ちょっと1分切ろう思ったらだいぶね、こける気持ちでいかんとあかんような。そしたらこけちゃいそうですね。56秒なんかもうこけとるよ俺。まあ多分これはすごいすごい。よし、でもね、とりあえず1分0秒だったら、はい、こけない安全で走れるタイムなんで、はい、その状態でプロのドライバーと1回どこがどう違うか比較してみようね。はい。56秒1。すごい出たよ。すごい出た。55秒93。あーすごいね。もう帰ってくるかな、じゃあ。素晴らしい。さすがですね。やったー。すごい、めちゃめちゃ早いですね。めっちゃ早い。
はい、じゃあね、これグラフね、うん、これ何のグラフかっていうと、サーキットをどんな風に走ってるかっていうのがきめ細かく分かる、うん、そういうグラフなんだけど、この赤い線はたっちゃん、はい、で青い線は僕です。プロ対素人でどう違うかっていうのがこれ見てすごく細かく分析ができるんで説明したいと思います、はい、まずベストラップ、うん、たっちゃんの55秒930、おめちゃくちゃ速かったよね、これ早い、めちゃめちゃ速かった、本当に上手に走れなくて1分0秒、うん、59秒は初めて走った時出たのに、うん、この日は1分切ることができませんでした。このね、スーパー西浦で1分切りを目指してる人って結構おると思うの、うんうん、1分なかなか切れないみたいな、うん、そういう意味ではね、ちょうど僕のタイムってこういいんじゃないの、逆にそう分かりやすい、じゃあ1分を切るにはどうしたらいいかっていうのがね、はい、このグラフで分かるんですよ。僕今度行ったら絶対59秒下手すれば58秒出ると思うよだからね、1分切れてないっていう人はね、これは僕のこの説明を今からねしっかり聞いてもらうときっと1分切れると思います。はい、はい、それでは説明したいと思います。はい、まず、はい、これね、このグラフは何を示してるかっていうと、上に行くにつれて速度が速い遅いで、右に行くにつれてこれは距離、ほら 500m1 キロ 1.5 キロって書いてあるよね。ああ、じゃあ横軸が距離、縦軸が速度、そういうことそういうこと。スタートラインがここに横棒入ってるよね。ここから計測スタートで1周で、まあ、ラップタイムが決まるという状態なんですけど、はい、この線が入ってるところのスピード差がもうすでにこんなに違うじゃない。そうですね、こんなに違うよね、だいぶだいぶ、はい、この時点でたっちゃんは150キロ、おお、で僕は130キロで20キロも違うの、時点で20キロも違う、だいぶ大きいですね。20キロ違うっていう理由は最終コーナーの立ち上がりなんですよね。うん、最終コーナーの立ち上がりをこれ見てもらうと、ここ最終コーナーの立ち上がりなの、ここのグラフが、うん、じゃあ例えばこれここにポンってこう表せると、ほらもう赤いタッチャンのところが最終コーナーに入ろうとしようよね。はいはい、タッチャンこっからアクセル全開踏んどいね、これすごいね、まだ全然出てないのに、こっからね上がっとるんですよ、このアクセルが。だからまあ極端な話言うとここだね、ここからアクセルを上げてる、出るとき、もうこの回り切ったこっからだよ、うん、僕はねそこではアクセル開けれんかったな。うん、だからある意味、まあ、このここのコーナー、最終コーナーはどこってなると、うん、ここになりますよっていう距離よね。で青い線、まあ、これはもう今ここの下の部分っていうのは時間差なんで、うんうんうん、この差が開いてるっていうこと、うん、でもこの上のグラフでいくと場所は一緒だから、アクセルを開ける始めてるポイントがこんなに違うよっていうのが分かる。あ、なるほど。最終コーナーはこれ、たっちゃんはまあここからじわりとアクセルを開け始めて、この辺からもうぐーっと開けてるよね、うんうん、で僕はここから開けてるから、開けてるポイントがまずこんだけ遅い、うん、つまりこれどういうことかっていうと、これまあ赤い線で行く部分で、このここの場所はちょっと関係ないね、ここを見てもらうと、うん、赤いやつを見てもらうと、はい、たっちゃんは最終コーナーのクリッピングポイント付近からアクセルをふわっと踏んでると、うん、まあ、踏んでるか、アクセル開けてる、ところが僕はじゃあどこでアクセル開けてるかっていうと、ここやね、うん、これだけここからアクセル開けてる、曲がり切ったとこからアクセル開けてるけど、これでもそのたっちゃんとの比べたら、これこんなに、あ、だいぶ違うね。違うの、つまりたっちゃんのここからアクセル開けるっていうのはもう まだ曲がり切ってないのにアクセルを開けとるんだよね、うん、これはプロだからこそできるんだけど、例えばここまで行くとちょっと遅いよ、じゃあこのプロまではいかんくっても、この真ん中ら辺でアクセルを開けれるような走りをすれば、まずタイムがうんと上がる、うんうん、でこれがどんなに違うかっていうのが、こんな違うじゃんほら
だいぶ結果がねめちゃめちゃ離れてこんなに違う。だからアクセル開け始めるポイントが遅いがゆえに乗る速度も遅いもんで、じゃあどんなにここで違うかってさっき言ったように20キロも違うと、ここの時点でね。すごいね。150キロ130キロこんなに違うで、じゃあその130キロと150キロの差、20キロの差がこの先どうなるかっていうところをね、うん、例えばじゃあこれを追ってみてもらったらいいと思うんですけど、いきますよ。はい。ほら、こんな変わるよ。ちなみに1コーナーのところのブレーキングポイントだね、ここ、うんうん、このブレーキングポイントでもうすでに 0.4 秒ぐらい差が離れてる。ほんとだ。立ち上がりが早いだけでも 0.4 秒の差ができてるっていう。4秒でかいですね。4秒でかいな。本当言うと僕はスピードが遅くったってこのグラフの線がもうちょっと右に行ける、もうちょっと こんなに遅いんだったら、ストレートのねスピードが遅いんだったら、うん、もっと奥まで突っ込めたっていうことになるんだよ。だから突っ込みもタッチャの方が上、うん、だからブレーキングでもこれどんどん差が開いていってる、うんうん、ほらもうこれここの1コーナーイン着くところでもう1秒違う。本当だ。うん、まあただねこれはまあ僕の中では正直ここのブレーキングはねやっぱりあのだいぶね 1000cc まだ2回目でしょ、うん、まあ恐ろしいからね。怖いですよね。これはちょっとやっぱりいきなりここまで行くとおそらくこうお尻振ったりして、フロントのブレーキとリアのブレーキのバランスだとか、うん、もう本当にそういうのも含めてだから一気にここまで持っていくと転倒する危険性があります、うん、なのでこれはあのたっちゃんここまで突っ込んでるからもうちょっと言うのも行き過ぎてもダメね、もうちょっと抑えてそこは怖いですね。でも1秒もあるから、うん、ここだけでだからやっぱり1分切れないっていう人は最終コーナーをちょっともうちょっと頑張って早めにアクセルを開けて、もうちょっと頑張ってブレーキ我慢するだけで1秒、あの1秒じゃないけど1分0秒で走ってる人はそれで59秒に入ると思いますよね、うん、まずここ、はい、次今度ここのコーナリング速度だね。コーナリング速度はねこれ分かりますか、僕の方が速いんですよ。じゃあこれ僕一つこれが勉強になったのが、どうしてもコーナーって僕あの高いスピードで入ろうとするのね、うん、落としきらないようにする、落としきらないようにする、うん、だから落としきらないようにするが上に、まあそのアクセルは開けれないんだよ。たっちゃんは速度を落としてしっかり曲げて、うん、曲げたことによってアクセルをグッて踏め、あの開けれるもんでグッてこの山がほらもうここで逆転しとるよね。そうですね、メリハリがはっきりしてる。ほらたっちゃん51キロ、僕は61キロ出てる。もう10キロの差、10キロ速く回っとるのにこの時点でほぼ一緒で、うん、そっからがそっからがこんなに逆転しちゃうと。でじゃあ例えばここ1秒あったよね。はい。ここスピード僕の方が速いから、うんうん、ほら途中でこれお差を詰めたんだよ。すごい。いやいやだけどせっかく差を詰めてもこの後でダメになる。また離されてしまう。離されちゃう。だけどあれだね、よく見たら 1.1 秒の差が 0.9 秒になってるね。お、なかなか頑張ってんじゃんか。だから、まあ、僕はもうちょっとここ速度としてしっかりアクセルを開ければ、うんうん、ここはたっちゃんに負けない走りができるかもみたいなね。で、次ここのスピードもね、うん、僕の方が速いんですよ。はい、たっちゃん79キロ、僕は91キロ、うん、おお。だからここのコーナーは僕はスピードを乗せて曲がってる、うん、たださこれも一緒、スピードを乗せて走っとるがゆえになかなかこうなんていうのアクセルを思いっきり開けれない、うん、開けれないもんで逆転されちゃう。でたっちゃんはここを速度を無理に走らせてないから立ち上がりをうんと上げれる。ここも僕はもうちょっと次走るときにもう少し抑えて、うん、アクセルを開けるっていう方に
集中した方がいいなっていうふうにこれを見たら分かると、うんうんうん、でこれが結局じゃあここでまた 1.1 秒までほらせっかくさあここで詰めたのあの縮めたのにまたここで開いちゃったっていうだいぶ開きましたねだいぶ開いちゃったはい、で同じ距離でスピードがちょっと違うんで、うん、そのどうしてもやっぱりこれはブレーキングの突っ込みが若干甘いかなと、うんうんうん、ただあのタッチャーのブレーキングはもういやもう見とったってこけるんじゃないかっていうぐらいの突っ込みをしてるんでこれはね あんまり真似しちゃうとやばいやばいこけるやばいだから真似するべきところは速度を落として早くバイクを起こして早くアクセルを開けるっていうところは大丈夫だと思う、うんうん、でここのねとこはこれおここはほら一緒だ一緒せっかくコーナースピードは負けてないのにいやだからこのコーナースピードを上げちゃうもんだからアクセル踏めなくなるんだよねあのそうアクセルはですね開けられなくなる開けられなくなるごめんね四輪ドライバーなんどうしても踏んでしまいますねはいここのアクセルの開けっぷりもタッチャーの方が全然上だとうーんもう速度が10キロ違うだからもうこれこの立ち上がりでもうほら2秒も離れちゃうそうですねうんここもそうだねタッチャーも48キロまで思いっきり落としますよね思いっきり落とすけど僕これ10キロ以上スピード速いんだよなうんだからここなんか特にそうだよねこれすごい差が形が全然変わっちゃったもうスピード出ちゃっとるもんでなかなかバイクが外に膨らんでコーナーの外に膨らもうとしてアクセルが開けれない、うんうんうん、でもタッチャーの場合はもう速度しっかり落としてバイクを起こしてグッと立ち上がるから一気にここの V 字カーブがグンと上がるわけなるほどねこれ緩やかなんと V 字だともう絶対 V 字の走り方の方が速いから、うんうん、だからここはもう本当に逆にちょっとタイムを出そうと思ってとにかくコーナースピードを上げようっていうのが逆にダメなのかもしれないねそうですねだからもうこここんな違うもんねせっかくここでさすごい一瞬10キロ俺の方が速いぜなんて言うとったってここで見てこれもう何キロちゃうねんみたいなもうね30キロぐらい違うじゃんそうですねしかもこの長いこの区間が違うからほらタイムがどんどん離れていってるもうすでに 2.7 秒おお本当だでここもそうだね思いっきり落としてる思いっきり落としてるけど僕はほら全然スピード落としてないよねうんうんうん、うん、このままね曲がろうとしてるから立ち上がれないこんなところでアクセル踏めんもんねここで終わっちゃいますねまだね曲がっとるもんね僕の中ではそうですねだからここでアクセルを開けようと思うとしっかりここで速度を落とすっていううんこれは僕ちょっと今度チャレンジしてみようかなと思ってます、うんうん、例えば この速度落とした方が遅いよ速度上げなさいよはなかなかできないけど速度落とすのはできるからね抑えるってことですね抑えるっていうことはできるからこれはいいグラフですよね、うんうん、だからここも同じどんどんほら差が開いておー3秒でここの速度ここの速度はまあほぼ同じ、まあ、そうですね、うんどうしてもコーナー速度僕はちょっと高めなんだよね高めがゆえに踏めてない、まあ、ただここだけは踏めてるねそうですね踏めてるじゃないまた開けてるねアクセル開けてますねここだけはいいのかスピードコーナースピード高けりゃいいってもんじゃないとで最終コーナーが入っていく、まあ、ここのスピードもたっちゃんとほぼこれ 74.6 が 74.0、うんうん、ね一緒ただ入り口のここがやっぱり僕の方が若干5キロも速いもんで、うん、どうしてもここのコーナーをもう少しこのアウトから膨らんでいってスピードを落として立ち上がりでバイクを起こしてアクセルを開けれるようなタイミングの走りにすればもうかなりタイムがアップすると思います。はい、でこれで一周なったわけですけど、はい、立ち上がりでアクセルを開ければこんなに差が出るんだよね。これやばいよね。この差やばいよね。全く違う、もう本当に排気量違うんじゃないかっていうぐらいの差が違うバイク出てるんで、だからまあこれをまあ見てると、まず僕はその突っ込みをもっと奥までっていうと転倒のリスクがあるから、安全により速くってなるとコーナー速度をもう少し抑えてバイクを速く起こして
早くアクセルを開けるっていう練習をすればうんとタイムが上がるんではないかなと思いますっていう感じでね、このデータログあってすごくいいよね、うん、これものすごく役立ちます。一応このタイヤはね SC1 って言って、一応 街中でも使えるタイヤ、はい、このタイヤウォーマーなしで大丈夫なタイヤで、グリップはまだもうワンランク上のタイヤがあるらしい。それで55秒だね、すごい。このチャンネルを最後まで見てくれた人のために、うん、このスパニシュラの攻略法をね、ちょっとたっちゃんにちょっとアドバイスをしてもらいましょう。はい、はい、ここのコースでタイムを出そうと思ったらどこを気をつければいいと思いますか。いや、僕が走ってタイムがちょっとずつ上がっていった時に、一番タイムに響いたのは最終コーナーの立ち上がりで、回転数が高いところから立ち上がるとやっぱりパワーバンドで走っちゃうんで、ね、タイヤがかいちゃったり、ピーキングになるじゃないですか、うん、ピーキングになる、危ない、命削る。ちょっとずつタイム上がっていった時は1個高いギアで走ってみたんですね。あそこの最初コーナー立ち上がり、はい、で優しくアクセルを開けていって綺麗に加速をしていったら、どんどんタイムが縮まっていって、1コーナーの進入も回転数がだんだんあって入りやすくなる。そうなんですか。え、最終コーナーは2速です、ね、あ、2速じゃない3速、最終コーナーをもう3のまんま、はい、じゃあ2にせずに、はい、3のまんま行く。いや、2に落とした回っていって、わざと3に途中で上げてから加速する。途中で上げてから、はい、S 字の最後の中で1個上げちゃったりとか、で起きてここの右は2速で入って、はい、この切り返しの途中で3にするしてみたり、いろいろやってみた、ね、確かにそこは2速だと、うん、ギューっていくと本当にもうね、あんまりグッてやるとこうなって怖いんですよ、うん、はい、だからじわーっと開けて待って待ってになるんだけど、そこが難しい。なるべくこう上げた方がストレート早いんだけど、うん、結構リスキーな、うん、そこを3速にした方がタイム出てる。55秒の時も3速多分そうです、うん、でもね、どっちも同じようなタイムは多分出るんですけど、リスクなく綺麗に走れるのはそっちでした。あ、だって最初の頃なんてお尻吹っ飛ったもんね、最初、うん、見てて怖かった。で結構上じゃないですか、うん、なんでもっと下で走ってみた。ああ、そうなんだ、はい、それでも結構加速するんだね、これ。アクセルも早く全開にできて、綺麗にまっすぐ立ち。これは多分ね、目から鱗の情報じゃないでしょうか。うん、他は何かありますか。あとは、はい、あとはまだコースに慣れてないんで、ちょっと小回りで走りました。で55秒の時は結構小回りでした。小回りで進入、もちょっとアウトから行かないで、まあまあインに早めに着いちゃって、向き変えてバイクを起こして立ち上がります。それ外から見てそういう感じたのね。そうなんですか。結構入り口でバイクはまっすぐなの、うん、だからそういうことは、そこのところは結構進入は、まあ、ブレーキングを奥にしたりはするっていうこと、はい、なんですけど、うん、インから入るので、うん、アウトから入っていくとずっとバイクバンクしてるじゃないですか。あ、はい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 、そうするとそこでブレーキかけるとリスク高いじゃないですか、うんうん、僕はまっすぐ入っていったんで、ま、うん、っすぐバイクを止められるんで、うん、より安全に止められる。なるほど。で、ね、コーナーの R 大きく取れば取るほど実際がどんどん高くなっちゃう。結局そうなの。僕もずっとこう 寝てる時間が長いから、うん、そういう時ってバイクこうフルブレーキングみたいなのができないの、うんうん、でヘアピン立ち上がって次またヘアピンでしょ、うん、そのヘアピンのところアクセルうーって行きたいけど、行って寝とる時にこれできないから、結局早めにアクセル戻してブレーキも少しずつみたいな感じでしないと止まれないから、そこをまっすぐにしてここでキュッてブレーキ止めれば短い期間で制動できるから、これは、まあ、なるほど、次ちょっと挑戦してみようかな。それそれも難しいんですけど、でもそこからリスクなくちょっとずつタイム、なるほど、でだんだんタイムが速くなってきたらやっぱりずっとインからでは入れないので、ちょっとずつアウト、あ、なるほど、大きなアールをちょっとずつ描いていくっていう方が、ああ多分安全に速く走る。なるほどね、タイム、まあ、だから多分今もまあ、レコードに近いラップタイム走ってる人はそのまっすぐしたらタイム落ちるかもしれないんだけど、うん、これからっていう人の人は一回バイクを起こしてそこからこう詰めていってだん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 っていう方がタイムのアップ率が安全に速くタイムアップするんじゃないかっていうことですね。なるほどね。わお、いいこと聞いた。すごい。だからまあギア比は合わないのは合わないんですよ、うん、うん、だからそれでこの55秒って
すごいと思います。すごい、うん、まあでもあの何よりも、まあね、よかったね。何よりいつもなんか綺麗に飾ってあるじゃないですか。パセリ、パセリ、ちょっとだけ確保したからね。よかった、よかったです、よかった。本当にありがとうございました。ありがとうございました。あのたっちゃんもね、あの YouTube やってます。はい、 YouTube チャンネルで、検索がね、はい、T2Y チャンネル、 T2Y で検索すると出てきます、はい、山口達也で検索しても出てくるし、はい、あのよかったらぜひ、はい、チャンネル登録をしてください。お願いします、はい、あとね、ちょっとあのおすすめのものもあるのでね、はい、ちょっと紹介したいと思います。はい、心ケアっていうね、これ、うん、これ僕のYouTube でも何度か紹介したんだけど、うん、こう殺菌効果がすごいのね、うん、だからこうヘルメットの蚊とか汗かくとさ、うん、どうしても匂いついちゃうけど、そうですね、これね、こうオンにしてこう、まあ、シールドもかからないようにシュッシュッてこう、はい、こうするだけでね、もう使い慣れてますね。これめっちゃ便利ですね、洗えないやつに匂いが消えてくると。ほんとこれは驚きます。菌もね、なくなるんですよね。そう、これすごいよね。すごいです。で、体に無害っていうのが一番ですよね。すごいです。広範囲の菌のウイルス、これ今流行りのウイルス使えるんかな、いけちゃいますね。帰ってきて手に使ったりとか、そのドアノブだったりとか、うん、便座とかいろんなところに使えるので、ね、いいですね、便利、すごいです。おすすめですね。はい、おすすめです。はい、さあ、ちょっと喉が渇いたんで、はい、これはこのマシーンは、ね、そう、はい、プラン B さん、はい、プラン B さん、プラン B さんの、はい、はい、B プレッソ、はい、プラン B さんの中でこの B プレッソっていう、あ、機械があって、うん、あ、機械はこっちに書いてありますね。じゃあ、私が映る話してコーヒー飲みますか。あ、僕紅茶、紅茶がいいな。紅茶がいいですか、はい。あ、これで映る、はい、私のロゴみたいな。紅茶たくさんね、こうやって種類がたくさんあるんですけど、はい、アールグレイ飲んでみますか。飲んでみます、はい、まあ、他にもたくさんあるんですよ、はい、すごいね。水もこれ還元水素水、なんか普通の、はい、後ろタンクあるの、ここに水を入れるってことですね、はい、プラン B さんはレンタルサーバーで還元水素水を作るサーバーなので、それは僕もスポーツ選手なので水ってすごく大事で、ドリンク作るときとかにも、ね、すごくいつも使ってるんですけど、このお水は本当に僕のちゃんと胃カメラ1日じゃない1年に1回1日1回いや1年に1回胃カメラするんです、はい、でも胃がすごく綺麗だと。おー、すごい。プラン B さんのその B ファインというのは、うん、厚生労働省を、はい、医療改善効果が認められている機械なんです。すごい、はい、なのでそれも本当に僕がこうやって元気で今でも走れているのは、うん、毎日水使うので、うん、本当に大切なことですよね。大事ですね。でそのサーバーの次亜塩素酸も作ることができるので、うん、いろんなことにも使えますよね、うん、はい、じゃあまずはちょっと入れますよ。ちょっと喋りながらちょっとやっちゃったんですけど、セットはすごく、はい、ここに入れて、はい、このレバーを押すだけですね、うん、そしたらもう出来上がってて、今は多分準備段階だと思うので、あ、点灯しているので、うん、もうこれすぐ入れられます。じゃあ押します。はい、音の振動がすごく速く動いてくるので、早い、すぐ出てきた。香りもいいよね。うん、めちゃめちゃいい匂いする。これプラン B さんで検索すると出てくるんだな、はい、出てきます、ホームページが、はい、出てきます。めっちゃいい匂い、ね、B プレッソって検索しても出てきます。なるほど、はい、B ファインって書いても出てきます。ぜひ検索してみてください。お願いします。めっちゃ匂いがいいね。僕ちょっとお水飲みます。はい、うまい、うまい。はい、で最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。たっちゃんもね、 T2Yはい、T2Y で検索すると山口達也選手の YouTube チャンネルが出てきます、はい、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。うちのチャンネルもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。